スーパーライト級65キロリミット3ラウンドマッチです。石川直樹さん、はい、もうよく知る存在、寺崎帰ってきましたね。そうですね、もうなんつうんですかね、もうずっと、ね、青春時代一緒に練習して仲間でもあるし、はい、今もね、この試合に向かうまでの背景も全部知ってるんで、光栄ですね、こういうふうに解説で寺崎の試合を見守れるのは。セコンドに、いやそしてメンチ切りといえばこの人のことも忘れてはいけないですね。こうですね、もうどうであれこう言ってほしいですね、プロですから、佐々木さん、これですよね、はい、松下もう早く始まれと言わんばかりの、しかし寺崎が何かもうそれ受け止めたんじゃないですか今、いや男が違うぜとばかりに男を引きつけ続けてきた、そんな寺崎と青いグローブ、現在4連敗中、22歳松下大輝です。サウスポースタイルから赤いグローブ、左ミドルキックはテランボーこと寺崎、長い手足181センチあります松下、松下に対しては174センチ寺崎。中村さん、序盤ですね、まずどちらがどう流れをつかむか。まあでもなんか松下選手はいいワンチームですかね、こう寺崎選手ね、結構ああいうメッセージとかやっぱ聞いていろいろ思うことあったと思うんですけど、やっぱねもうなんかそういうのも気にせず言ってほしいですね、もうそうですよね、本当ねいい試合しようとか思わなくていいですね、はい、悩みに悩んでここまでなかなかうまくいきませんでしたが、もう佐伯さん、あのカミソリの切れ味のような思い切りの良さっていうのは、はい、強く残る男ですからね。そうですね、やっぱり帰ってきたぞっていうところを見せてほしいですよね。2人ともそうなんですね、帰ってきた、戻ってきた男たち。やっぱり俺が先手です、どっちも先手ですね、はい、うん、石川さん、寺崎としてはやっぱり試合感ですよね、一番が。そうですね、もう試合感を戻すためにもやっぱり自分のリズムを戻すためにも、はい、僕ねこの試合に向けての寺崎の練習何回か見たんですけど、はい、もうすごくもう、こんなに試合2年ぶりだっけってぐらいいい動きをしてるんですよ。しかもスパーリングでもすごい元チャンピオン、現チャンピオンレベルの選手たちとスパーリングしても動きが抜群良かったんで、今もこの試合でもセコンドつくぐらい今ドキドキしてますね、いやそうでしょうね。右のストレート打ち合い、ひるませるか寺崎、絶対に下がらない、そこに一発、いや話が吹き出した、松下の右が炸裂、先手が先に当たりましたね。そのリーチの差、スピードの差、威力の差、戦い続けてきたのは若さある自分だと松下、ゆらりゆらりと揺れながら、さあいかにロックオンするか、この後まだ1分あります。石川さん、心配なのは寺崎のダメージですね。そうですね、聞いてると思います、ダメージあると思います。お互い左、ね、右ストレート、松下選手、上手いですね、打ち抜いて1ラウンド KO 勝ち、2016年9月から長かった、いや松下選手この4連敗っていう長いトンネルを抜けたんですね、ようやく駆け抜けました松下、そしてそこにいたのは正面衝突、2年2ヶ月ぶりのリング、寺崎直樹でした。いや今までにない、ジャックと中の攻撃をうまく捨ててそれを先に当てて、いい距離でのカウンターを当てましたね。ジャックと中、はい、やっぱね、今まではずっとやっぱり今日中と今日ぐらいの攻撃だけだったので、はい、そこを当たらない時に崩されちゃったんですね、松下選手は。それが4連敗っていうところの原因の結果だったと思うんですけど、はい、今日この試合は本当にジャックと中をずっとうまく投げて捨てて投げ捨てて、で自分のペース距離を作ってヒットさせたっていう結果を掴んだと思います。